上も多分一瞬で終わると思うんで。旬ですね。軽いですね。全然入っそうなんじゃない？うわー、いいこれ、いいじゃん。こんにちは。片付けトントンの高橋です。小田です。超速パレスの前編をお届けします。はい、本日はワンルームですね。玄関から廊下にかけては、ほぼ全面の床が見えていて、ほとんど何もない状態です。秒で片付くレベルですね。靴箱の前に白くて小さな山があります。これはすべてビニール手袋のようです。分別の手間がないため、こちらも一瞬で片付きそうです。ちょっと公式 LINE だけでやり取りしたので、部屋入るのは初めてです。今回は退去前の片付けです。お客様のご希望で、お部屋に伺ってのお見積もりはせず、作業時の立ち会いもなしです。公式 LINE からお部屋の写真とご依頼内容をお送りいただき、お見積もりとご説明をお送りして承諾をいただいた後、作業を実施しました。事前にお客様ご自身で必要なものの運び出しをされ、残っているものは全て処分で、とのことでした。おっしゃ、水が溜まってますね。浴槽と洗面台には水がなみなみと溜まっています。鉄板かな。耳を澄ますとポタポタと水音が聞こえます。蛇口をひねっても水は止まりません。排水口が詰まり、さらに蛇口も壊れているようです。そのため水がお風呂場の外に流れ出し、ドアの周りや廊下の床がかなり傷んでいます。お風呂場の反対側には洗濯機置き場とキッチンがあります。トイレは電気がつかない。トイレちょっと電気つかないので見えるかどうかわからんけど、失礼します。今日お部屋の部分ですね。リビングは備え付けの家具と処分するものが混在しているので、少し注意が必要です。こんな感じですね。まあ、物量的にも少ないので、清掃別見積もりですけれども、写真のみでのお見積もりだったため、物の量をはじめお部屋の状況が正確にはわからない部分がありました。そのため一旦片付けのみを実施し、退去のための清掃は片付け後に改めてお見積もりをさせていただくことになっています。この日の出動は3人。まずは1人が玄関を、2人がリビングを担当します。ちりとり分別用のビニール袋2枚を用意してスタートです。開始から3分、玄関が終了しました。棚の取っ手にくっついているビニール手袋を取り外します。棚の中は空っぽです。同じく3分でキッチンとキッチンまでの廊下が完了しました。アングルチェンジ。玄関はもう段ボール水浸しだったから、ああもうやめましょう、はい、通常段ボールはリサイクルするため、段ボールだけでまとめておきます。ただし汚れの強いものや水浸しになってしまったものはリサイクルすることができません。袋に入るように小さくして可燃と一緒に出します。アングルチェンジ。トイレは1分で完了です。物がないんだけど、床に残ったこまごましたものは清掃するときにほうきを使って取り除きます。アングル
チェンジ。風呂場、風呂場行ってます。なんでポポポ言ってるけど水が止まってます。お風呂場は排水口が完全に詰まっているようで、浴槽と洗面ボウルに水が溜まり、さらに水がポタポタと流れっぱなしになっています。まずは排水口の蓋を取り外します。お風呂場に置いてあったお客様のラバーカップをお借りします。排水口に対して水平にラバーカップを当てます。そして静かに押し、力を込めて拭きます。流れました。無事異物が取れて水を流すことができました。流れました。見えるかな。浴槽の水位がみるみる下がっていきます。あ、おはようございます、高橋です。高橋さん、出来上がったのを少しずつ運びます。それか。そうですね。IS にポンポ入れてもらって、ちょっと IS の鍵借りていいですか。続いて洗面台です。こちらも水がなみなみと溜まっている状態です。水の中に手を入れて物が残っていないか確認しています。ラバーカップを使います。どうやら詰まりが取れないようです。もう一度ラバーカップに挑戦します。これラバーカップを失敗して、あはいはいはい、水が逆流して、そうかかってきたっていうやつですかね。大丈夫ですか。悲鳴が聞こえましたけど、いや取れませんな。別の道具を探しに行きます。割り箸を持って戻ってきました。洗面ボウルの水を浴槽の方にかき出します。もう一度ラバーカップを使います。どうでしょうか。取れました。お、無事水が流れ切ったようです。原因は何だったんでしょうか。なんかぴったりね、穴にキャップが詰まったから、このせいで水が流れなくて、いくらやっても取れんなと思ったら、あるんですけどね。あ、取れ、え、取っちゃうんですよね。取ってスバッと入っちゃうんですよね。こっちも詰まっ取れたんですか。こっちはね、緩かったよ。緩かったです。で、水はそれってやっぱり出っ放し。パッキンだね。蛇口のパッキンが傷んでいることが原因のようです。パッキンがダメな時はどうしたらいいんですか。水道屋さん呼ぶか、マンションだとね、大家さんに言えば取り替えてくれる、そうじゃないですか。自分でやります。やるって言ってもいいのかな。まあ、YouTube 見てたの。いや、作業動画、そもそもだってあんま分からない人が、うん、その抜くと水バーって流れっぱなしになるじゃないですか。元栓、止めてね、止水栓まず止めてやらんと、ね、っていうことも働かんと、もう あーってもう外せばいいけどね。それはまずいね。はい、水道屋さん呼ぶ、はい、それまで水がもったいない、水風船をつけて貯める的な。え、水風船って割れますよ。そんな、何個もパン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 いきますよね。そんな。でもなんかこう、あ、溜まってるな、こんだけ溜まったなっていうのが見えてわかるから。お家でなんか屋台のあれを子供が喜ぶだけじゃないですか。バケツだとなんかすぐに流しちゃいそうだし、はい、どこでも使えるから悔しい。あ、じゃん。え、お風呂に再利用。あの、入るときにまた遊べばいいかなって。そんなすぐには来てくれんすよ。水道屋さん呼ぶときもね、はい、ちゃんと、なんだろうね、怪しくないところ、あ、え、タイさん乗ってるところとかね、あ、いや、ごめんじゃいかんけど、激安即日対応、ノーコメント、24時間来ますとかね。
水道企業団とか、はい、ところに載ってるところで市区町村の水道企業団の紹介してるところだったら、まあ安心できたりするので、まあ、そういうところを読んでいただけるといいのかなと。取れない、ちょうど取れない、太すぎる。どうやら割り箸で取るのは物理的に不可能なようです。片付けや掃除では臨機応変に対応することが求められます。仕事として片付けをやっているプロでもパッと解決策が思いつかない時もあります。後で考えようかな。そんな時はちょっとその場を離れて別の作業をしてみるのも一つの手です。え？穴を開けて取るからな。寒いですよ。寒いね。会話が成立していないような気がしますが、ちなみにこの作業の実施日は2023年の11月。例年に比べて暖かい日が続いていましたが、長袖の T シャツとポロシャツだけでは寒いくらいの気温です。排水口にぴったりはまっているプラスチック、その真ん中をめがけカッターでプスッと突き刺します。無事排水口からプラスチックのキャップを取り除くことができました。じゃあスタートしていきます。はい、お願いします。続いて作業開始まで時間を戻してリビングの様子をお届けします。部屋の左側と右側に分かれて片付けていきます。物がたくさんあるお部屋を片付けるときはあちこち動き回らないことがポイントです。担当するエリアにどんなものが多そうか見極め、必要な量の袋を用意し腰を据えて分別袋詰めしていきます。エアコンのリモコン、これでも新品があるな。もしかしたら古いリモコンも出てくるかもしれません。両方ともお客様にお渡しできるよう避けておきます。新品の衣類が出てきました。包装紙やプラスチックを外し分別します。コードが出てきました。避けておきます。分別の仕方は地域によって異なります。片付けを始める前に分別の仕方を調べておくのがおすすめです。分別を調べるときってどうしたらいいんですかね。インターネットです。インターネットですか。インターネット。インターネット。ググればいいんです。で、ググる。住んでる地域、うん、分別。だから、名古屋分別と。豊明分別と。まあ、それは、まあ、市役所の分別の環境課さんとか、そういうところを見に行けばいいんですかね。か、まあ、電話ですかね。電話。環境課に電話。なるほど。どうすればいいんだと、うん、まあ本当にわからないものは確かに聞いてみればすぐに答えていただけるので、まあ、でも全然違うんですよね。とりわけ着物とかね、可燃じゃないですか、うん、はいはい、あ、そうですね。だけど他の地域だと全然リサイクルできるものとか、うん、まあ地域によって違うっていうことですね。そうですね、うん、まずは自分で調べてもわからない場合はもう聞いちゃう。そうですね、はい。重要書類が出てきました。封筒に入れて一旦机の上に避難させておきます。机の上が完了したので机の足元にある袋に取り掛かります。中身を分別用の袋の中に開けて確認することにします。金属製のハンガーが出てきました。避けておきます。衣類用の袋を用意し衣類を移動します。解体できるものは解体して袋に入れます。今日どっかに溜めてきます。袋詰めしたものをどこに置いておくか相談しています。今回処分する可燃などは連携する回収業者さんが取りに来てくれる予定です。袋詰めしたものを業者さんが来るまでの間どこかに仮置きしておく必要があります。ちなみに袋詰めしたものを部屋の中に溜めておくと作業の効率が下がります。もうハイエースなんか一旦しながら食べてみます。一旦ハイエースに食べてみます。この量だったらなんかいけそうですね。3人が乗ってきたハイエースに仮置きしておくことになりました。リモコンが出てきました。
お客様にお渡しするため避けておきます。椅子が出てきました。はい、解体し分別します。折りたたみ椅子が出てきました。あれ、これなんか使い方あるんだよな。あー、ね、テーブルの方があるやつ。そう、これなんかうまく畳まんと畳めんやつだね。こうだ、わかった。コンパクト。廊下に避けておきます。片付け中に出てきた箱などを分別に使うのもコツの一つです。これ椅子確かここのやつ。あ、そうですね。これとりあえずちょっとこれ邪魔くさいんで。備え付けの椅子をリビングの入り口に移動します。画面右下では書類の束が出てきているようです。重要書類や現金が挟まっていないか一つ一つ確認して分別していきます。食器が出てきました。材質によって処分方法が異なるため叩いて確認します。スプレー缶作ってないですよね。スプレー缶ないですよ。まだスプレー缶も作ってない。製品の箱が出てきました。中身を確認します。箱は空っぽでしたが、もしかしたら製品が出てくるかもしれないので一応箱も取っておきます。部屋の隅にある段ボールを袋詰めしていきます。高橋さん、出来上がったのを少しずつ運びます。それかで、IS にポンプを入れてもらって、これも、はい、バッグ。どこか忘れてましたね。そうです。もうあんまり入れると持ちにくくなるんで。カバンが出てきました。ファスナーを開けて中身を確認していきます。ベランダ綺麗だからベランダ取っておいてもいい。あ、そうですね、はい。可燃を優先的に運び出し、紙や布などの資源はベランダに仮置きすることにします。これはいいか、はい、中だけ、中身だけ。じゃあ一旦これちょっと置いてきますね。あ、そうですね。備え付けの椅子もベランダに仮置きしておきます。これも出しますか。ただこれ、これもついてる。ああ、本当だな。新品か。ほぼ新品です。新品同様の踏み台を運び出します。資格のテキストが出てきました。付属の CD を外し分別します。窓際のエリアまでほとんど床が見えるようになりました。残っている細々したものを2人で分別袋詰めしていきます。これ船で行っちゃいます。あ、これ可燃だな。これ中入ってないから。金属が入っていないようなので袋詰めして可燃として処分します。チームワークで袋詰めします。上も多分一瞬で終わると思うんで。死ぬですね。この時作業開始からちょうど30分。リビングの片付けがほぼ完了しました。ちなみに作業前はこんな感じ。
現金や重要書類などの上品が紛れていないか確認しつつ、新品の衣類は開封するなど丁寧に分別を行いました。アングルチェンジ。続いてロフトの上とリビング入り口付近の床に残ったものや避けておいたものを片付けます。パスしてよかですか。あれこれあれだな、インターネットのやつは、あ、それは残しといた方がいい。ちょっと後で聞きますわ。これは出てくださないからですね。ライターライターこれパスしてよかですか。えい。ロフトに敷いてある布団を丸めていきます。小さく折りたたんだ布団を袋詰めして下のスタッフにパスします。ちょっとこれパスしていいですか。はい。中身入りそれペット終わり。およそ6分でロフトの片付けが完了しました。あ、中身、高橋さんちょっと中身出しておいてもらおうかな。あんま損壊してないんですけど。お風呂場を担当していたスタッフに中身入りのペットボトルを渡し、トイレで処理してもらいます。アングルチェンジ。続いてロフト下の収納を片付けていきます。少ないね。少ないですね。アングルチェンジ。アングルチェンジ。リビングの片付けがほぼ完了したので、一人は冷蔵庫を片付けます。お、冷蔵庫のドアが固く引っ張っても開きません。これは穴行きが出てくるんじゃない。これはあ、でもない、全然あ、何だ、期待したの。穴行きが出てくるってどういうことですか。穴行きは氷の女王様ですよね。冷凍庫が氷になっている、開かなかったんだよね。あ、だからその穴行きが氷を作って、はい、ん？ん？ちょっと冷凍庫は、まあ、あの氷だらけになってるっていう、それを穴行きっていう。あ、そう、そういうことですか。そう、お姉さんが怒っちゃったやつね。じゃあ前なんかね、そういう現場があって、冷凍庫がちょっと開いてるんだけど開かなくて、一生懸命開けてみたら結局あの氷がせり出して固まって開かなかったっていうのがあって、それからこういう現象を穴行きっていう。あ、こういう現象穴行きっていうの。そうです、穴行きです。期待したのこれ。抜けられてパチパチ。冷凍庫の中に入っていたものは備え付けのものだけでした。全然入ってないじゃん。わー、いいこれ、いいじゃん。残念。え、終わっちゃいました。小田さん、あれ終わりました。あ、そうなんだ。これ一本だけでした。作業開始から1時間半で処分するものの分別、袋詰めと運び出しが完了しました。今日は片付けのみで、清掃は別見積もりの予定でしたが、1日で清掃まで終えることができそうです。片付けトントンは物がたくさんあって、一人ではどうすることもできないお部屋の片付けや遺品整理、不要品回収、ハウスクリーニングなど片付けに関するサービスを行っています。片付けをするということは住まいを整えることにつながります。先日、同じ住まいを起点として活動しているある人たちと出会いました。 DV や虐待などによって住まいを失ったシングルマザーに住まいとつながりを届ける活動をしている認定 NPO 法人 LIV クオリティハブです。片
付けトントンでもこれまで頼れる人がいない状況で奮闘されているシングルマザーの方からご依頼をいただくことがありました。住まいが整うことでご依頼主の方がほっとされ明るくなる、そんな様子を近くで見てきたから住まいとつながりを届けるという活動に共感しました。そこで団体紹介動画に参加しちゃいました。まずはこちらをご覧ください。リブクオリティハブにはそんな相談が日々寄せられています。 DV や虐待から逃れるために避難するとそれまでの地域でのつながりが切れてしまう上にお金、時間、気持ちの余裕もなくなります。さらに日本は住所主義です。住まいがない、つまり書ける住所がないと行政手続きができません。手続きができないと子供を保育園に預けられず仕事を見つけることができません。そして仕事が見つけられないと住まいを借りることができない、負のスパイラルに陥ってしまいます。認定 NPO 法人リブクオリティハブはそんなシングルマザーと子供たちに快適な住まいと地域のつながりを届けています。最初はご入居いただいた時の不安そうな感じ、特に子供たちがですね、全然笑わなくて、下の子はお母さんからもう離れないというようなですね、ような状況から、本当に私が、お会いするたびに、どんどん明るくなっていかれてですね、毎月家庭訪問とかここに来てお話しするってことを毎週から毎月って繰り返して会ってくるんですけれども、家庭訪問した時に家がどんどん整っていく過程がすごく素敵だなと思っていて、最初本当に全く荷物がない状態からスタートしてたりとか、とにかく急いで逃げてきたので物が溢れちゃってる状態の方とかももちろんいたりするんですけど、概要欄のリンクからリブクオリティハブさんの事業の詳細をご覧いただけます。ぜひご覧になってください。愛知県で片付けにお困りの方は片付けトントンにご相談ください。お見積もりは無料です。お電話でのお問い合わせは 0120-947-479 まで。受付時間は朝8時から夜8時です。また公式 LINE でもお問い合わせを受け付けています。概要欄のリンクから公式ホームページ、公式 LINE をご覧ください。超速パレス、次回は後編として清掃の様子と清掃後のビフォーアフターをお届けします。どうぞお楽しみに。